さんこんにちはかこんばんはかわかりませんが、霊夢と、マリサと、業務だと思います。だと思いますってなんだよ。ということで今回は桜鉄道に参加してきました。あれ？他の鉄道をメインにするって言ってたけど。いやー、桜で阪急と阪神の車両運転しますって、書いてあったから。桜には責任を持て。閉まります、ご注意ください。まもなく発車っぽいね。やめろなったんだからそうだろ。次の駅までカット。おお、この曲が接近メロになってるのか。東武感溢れてるね。なんだかんだで長屋駅に到着。ここで阪急との列車交換が行われるようです。それは楽しみだな。大阪の並びだからいいかもね。おったー、ついにこの瞬間が。うおー、唐突なサイレンやめろ。スクショタイム。サムネ用に30枚ほど撮っておきます。絶対いらない。さあさあ同時発車だー。皆さんこの後を静かにさせられないでしょうか。なんか気づいたらタイタウン中央なんだが。そんな、特に面白みがなかったからってカットするわけないでしょ。でかいキメロ流れてるけど発車？そうだね。2番線から電車が発車します。では少しながら走行音をどうぞ。以上です。え、長屋に着いたね。ここからは阪急に乗り換えます。ちなみにほら、ちゃんと尺が長くなってるでしょ。ナイス尺稼ぎ。平然とめたい話するのやめません。では乗車。そういえば桜って阪神電車とか高田駅の駅メロとかで阪神優勝を祝ってたけど、運営側にもファンいるのかな。いても全然おかしくないな。野球は面白いからね。阪神ファンの皆さん優勝めっちゃ嬉しかったでしょうね。主はホークスファンなので今年1年2、3でした。応援球団なんか知らねえよ。おやめとけ。今何の実況だっけ。阪急だよとぼけんな。お、この曲が流れたということはそういうことです。ほぼ阪急紹介してなくない。実は阪急は何回も桜で運転されているんですよね。なので初登場の阪神を優勝ラボになって言われるぞ。というわけでいかがでしたか。この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今年中に登録者500人目指してます。来年はホークスの優勝を願います。今やる情報言うな。最後までご視聴ありがとうございました。マジで何してんの。イタリア語です。これがグローバル化か。